あなたの記憶に欲しいなと思うダイナーです。僕はね、今ご覧の通り羽田空港第3ターミナルの方に来ております。こんな感じでね、夜遅い時間なんで、ね、ホーム今誰もいないんですけども、こんなね、時間に羽田空港第3ターミナルに来てね、一体何をね、するのかといった感じなんですが、まあ皆さん、サムネイルと、タイトルでお分かりだと思うんですが、今日はね、空港に泊まりたいと思います。はい、空港に泊まります。普通ね、空港って言いますと、夜ね、閉まるんですが、今いるね、この羽田空港第3ターミナルっていうのはですね、夜もね、飛行機が国際線なんで発着してるんですよ。で、その24時間オープンしてるんですね。ですので泊まることができるといった感じでございます。じゃあ僕なんでね、今日このね、羽田空港第3ターミナルでね、一夜を明かすのかと言いますと、これ単純なね、理由なんですが、明日の朝僕6時25分発の飛行機に乗らないといけないんですよ。国内線なんですけどね。で、普通に始発で行くとちょっと間に合わない可能性が非常に高いので、今日はもう前日のうちに空港に来てしまって、一泊してからね、明日朝一の飛行機に乗ろうといった感じでございます。で、今日はね、羽田空港第3ターミナルの方に宿泊するわけなんですが、近くにね、一応ホテルとかあるんですよ。でもね、ちょっと僕ちょっとお金が金欠ということで、羽田空港ベンチとかもね、あって、そこで眠ることもできますので、今日はちょっと動画的に面白いですしね、そっちで泊まろうかなと思います。でもね、今日ね、すでにお風呂とかも入っていて、さっき蒲田の方で温泉に入ったんですよ。いや、温泉良かったですね。黒湯の温泉なんですけども、黒いね、温泉ってね、なかなか新鮮でね、面白かったですよ。今ね、僕は羽田空港第3ターミナルのね、ホームでちょっとね、動画を進めていたわけなんですが、改札の方出てね、第3ターミナルの内部へと進んでいきたいと思います。現在時刻はね、23時40分ということで、もうあと少し日付が回るんですよね。そしてあと2本で終車ですね。なんでかなりね、夜遅い時間となっています。なんでね、こんな感じでコースも誰もいませんね。はい、とりあえずじゃあちょっと羽田空港第3ターミナルのベンチを目指そうと思うんですが、どっち行こうかな。出発の方も発着の方も多分両方ともベンチあると思うんですよね。とりあえず近いね、到着ロビーの方へ向かっていきます。これボタンを押せば開くのかな。エレベーターって言ったら普通ね、ここにボタンついてますけどね、こんな離れたところについてるのはなかなか面白いです。じゃあとりあえず到着の方にね、行きましょう。今日ですね、台風接近してて、なんか昼間の便がなんかね、欠航したりとかなんかいろいろあったらしくて、振り返りで明日の朝一の便結構混んでて、ほぼ満席らしいです。なので僕と同じような思想をねしている人間が、この羽田空港第3ターミナルにね、多分泊まってると思うんで、結構ね、混んでる気がするんですよね。座れるといいな。座れるってか寝れるか。というわけで到着いたしましたよ。今見た感じはあまり人はいなさそうですね。はい、というわけで到着ロビーのね、近くの方にやってきたんですが、ベンチ空いてますね。よかったよかった。僕これね、もうダメかなと思ったんですけど、思いっきり空いてましたね。ここで寝ますかね。はい、誰もいませんし、なんか夜間清掃、大丈夫そうですね。夜間清掃だから使うなって書いてあるかなと思ったんですけど、そんなことなくて騒音だけですね。なるよかったよかった。とりあえずじゃあちょっとここで休憩ですかね。はい、今ね、僕の座ってる場所なんですが、目の前がですね、京急線の改札なんですよね。で、手前にこんな感じでシャッターがあって、多分ここが閉まるんでしょうね。なので今いるところは多分ね、24時間いられる場所なんじゃないかなといった感じ。多分このシャッターから、改札側は多分閉まるんですけどね。で、もうそろそろ、ね、今放送でもあったんですけど、終車が出るみたいです。多分終電が出たら多分ここ閉まるんでしょうね。で、こっち側なんですが、あんな感じでですね、ロボットがいて清掃してるんですよね。この夜間清掃というやつなんでしょうかね。あ、終電終わったみたいなんでね、こんな感じでシャッターが閉まり始めましたね。いよいよ深夜になったといった感じでしょうか。おお、こんなのなかなか見られませんからね。普通ね、終電逃してこのシャッター見たら絶望ですけど、今日はね、この空港にいるので絶望しません。いや、いいですね、空港泊。冷房もね、ちゃんと完備されていて非常に快適です。しかもね、おまわりさんが
この辺りにうろちょろ歩いてるんで、治安とかもねめちゃくちゃいいですね。多分スリとか置き引きとか多分そんなのあまり起こらないものかなと思います。ここ日本ですしね。先ほど前ね静かだったんですが、0時を超えた瞬間にですね夜間清掃ちゃんと始まりましたね。あんな感じで機械がね騒音を出しながら動いています。確かにこれは眠るのきつそうですね。まあ、かといって清掃をね止めるわけにはいきませんので、自分がね動こうかなと思います。まあ、とりあえずここはね、まあ、人はあまりいないんで多分今動いても、まあ、大丈夫なのかなといったところなんで、まあ、ちょっと動こうかなと思います。ここにずっといてもねあまり面白くないですしね、動画的にも。自分がねさっき座っていたところはねここなんですが、ここ以外のねベンチはね意外と人がいるんですね。奥の方とかね、それからこちら側のねベンチにも人が座ってるみたいです。こう見てみると案外人多そうですね。最初入った瞬間はね誰もいないかなと思ったんですけど、ちょっとね遠いところを見てみると人がたくさんいるといった感じでですね、やっぱたくさんいますね人は。さっきあそこが空いていたのは多分奇跡といった感じなんでしょうか。まあ、奇跡はさすがに言い過ぎか、他にもたくさん空席ありますからね。そことかね、そこは誰もいなさそうですね。あ、こっち静かだわ。うん、左側も割と空席があるという感じでしょうか。うわすごいな、さすがは到着、しかも国際線ですからね、たくさんの飛行機がやってきますよ。4時とかね、早いな。今までね自分たちがいたのはねこちら到着ロビーなんですね。でこの到着ロビーの一フロア上がですね出発ロビーとなっています。到着はねこんな感じで人はいなかったんですが、一フロア上の出発はねどんな感じになってるのかちょっと気になるのでね、ちょっとこちらのエスカレーター上がって見に行きたいと思います。どうなんだろう、うわ下すごっ、めっちゃ人いるわ、すごいな。やっぱみんなこのね空港泊まるんですね。はい、てなわけでね出発ロビーの方到着いたしましたよ。どれぐらい人いるかな。あ、でもこっち出発の方はそもそもベンチが少ないですね。でも人は結構いますね。こちらのねカウンターの方はほとんどやってなさそうですね。発着してる飛行機がまあ少ないですからね、まあほとんどやってないのはまあ当然なんですが、人はやっぱたくさんいますね。やっぱさっきの到着ロビーの方が全然人少なくていいな。うん、泊まるならちょっと到着ロビーの方が良さそうですね。そういえばですね、ちょくちょくあの充電スポットがですねこの空港内に点在しているんですよね。でそのね充電スポットねいいなと思ったんですけど、今ね見てもらって分かったと思うんですけど、椅子がですねあまりよろしくないのと席数が少ないんですよね。うん、だったらもう普通のねところでモバイルバッテリーから給電しようというね感じになりました。いやでもあれでねちょっと一晩過ごすのはさすがにしんどいわ。てかどこもこれ降りれなくね、あ、あそこ降りれるわ。まあ一瞬あのこちらのねあのエスカレーター降りれないなと思って焦ったんですけど、あそこから降りられそうでよかったです。とりあえずもうちょっと出発は人が多いしベンチ少ないんでね、ちょっと到着の方とかさっきのとこ空いてたら戻ります。あそこ一番いいわ、人いないし。いやーやらかしちゃいましたね。さっき座ってたところ人に取られちゃいましたよ。いやー誰も来ないでしょうと思ったら来ちゃいましたね、終電のところ。あらは残念。さっきのところはねあの塀とかなかったんですけど、他のところね、あの座席と座席の間に肘掛けというような壁があってちょっと眠りにくいんですよね。さっきのあそこなかったからな。うわちょっとやらかしちゃったな。まあいや仕方ない。まあ、とりあえずあの目の前にあったこの空席こちらの方に座ろうかなと思います。座るってかもう寝るって感じですけどね、もうちょっとさすがにだるいんで動くのはやめようと思います。明日の始発で第2ターミナルかな、そちらの方まで移動します。今日の飛行機確か第2ターミナルから出るんでね、今ね座席にこうやって頭を置いてね眠ろうとしてるんですけど、これ痛いのこれ、あの肘掛けこれ木製、うん痛いこれ、どうしようかな、ちょっといろいろ考える必要性がありそうですね。これマジ痛いわ、うん痛い、
これつけたの誰だよってぐらい痛いっすわ。まあ、元からここで寝る人のこと考えてませんからね、まあ、普通ね、人はまあホテルで泊まりますから、こんなベンチで泊まるなんて思いませんよ。とりあえずですね、応急処置で、まあ、こんな感じで上着をかけてみました。まあ、これでですね、だいぶ良くなりましたね。頭痛くなくなりまして、まあ、これなら快適に眠ることができそうです。まあ、ちょっと外明るいですけど、外ってか部屋の中明るいですけどね、まあ、これはちょっと辛抱ということで眠ります。ではおやすみなさい。おはようございます。というわけでね、あれから、まあ、言うて30分ぐらいしか経ってないんですけど、一旦起きました。はい。まあ、なんでね、起きてまたこうやって動画を回してるのかと言いますと、ちょっとね、とある知り合いの方からですね、この到着ロビーよりももっと上のところ、出発よりももっと上のところに快適なね、ソファーがあるということをですね、ちょっと聞いたので、ちょっとそっちの方で眠ろうと思います。ここちょっときついですもんね、本当に。これ一応上着をね置いて応急処置はしていますけど、ちょっとこれでもしんどいわってことで、ちょっとそっちの方ね、まあ、見に行こうかなと思います。てなわけでね、一旦出発ロビーの方戻ってきました。さっきはね、この出発ロビーのところまでしか来なかったんですけど、このね、上がいいらしいです。そこのエスカレーターを上がったところですね。いやー、いいっていう話を聞いたんですけど、果たして空いているのかって感じですよね。空いてなかったらダメですからね。ということで上の方に上がってきましたが、このフロアは誰もいませんね。うん、誰もいねえわ。まあ、普通は出発か到着でゴロゴロしますよね。今ね、自分のいるところはですね、和風のね、建物が立ち並んでいてね、お土産屋さんになってるんですね。まあ、当然今の時間は全くやってませんけどね。で、このね、もう一つさらに上のね、フロアにどうやらその場所はあるみたいです。どうなんだろう、本当に快適なのかな。若干半信半疑ですけども、あるといいなっていう感じですね。展望デッキはね、この時間やってないんですけども、展望デッキのフロアには立ち入ることができるみたいです。どこかな。エスカレーターを上がって少しね、左側に入ったところにやってきたんですが、おそらく多分あそこのことを言ってるんですよね、このベンチ。あー、確かにここは良さげですよね。人誰もいませんですし、今ね、人がいないって言ったんですけど、この左側のですね、今矢印指してるあたり、ここにちょっと人がいましたね。まあ、なんでちょっとあまり大きい声は出せないんですけども、まあ、ちょっとこの真ん中のここでね、ちょっと眠ろうかなと思います。というわけでね、おはようございます。はい、現在時刻はですね、午前4時17分というわけで、あとね、1時間ぐらいで始発が動き出すんですよね。ちょっと早く起きすぎましたかね。まあ、かといって二度寝してね、飛行機乗り過ごすと、まあ、やばいんでね、まあ、ちょっともう寝るのはやめるんですけども、意外とね、体感時間早かったですね。まあ、寝てるから一瞬なわけなんですけども、はい、朝4時ってことなんですけどね、まだ多分外はね、暗いんじゃないですかね。はい、今ね、いるここでちょっとね、時間を潰したらね、ちょっと電車のね、駅の方向かっていきたいと思います。いやー、それにしてもね、今いるこのスペースめちゃくちゃ快適ですよ。はい、自分がね、いるところはここ丸いところなんで、ちょっと体を、まあ、くねらせないといけないんですけども、奥のあそこのね、ソファーはもう全然そういうことないんですよ。ここより全然直線的なんで、なおさら快適。さっきはね、あそこに、ね、人がいて行けなかったんですけども、今もう人がいないんでね、もうここ貸し切り状態です。まあ、向こうの方が快適なんですけど、もうここから動くのめんどくさいんで、僕はもうここから多分この場所から出るまで動かないと思います。はい、でね、ちょっと意外なのがね、今いるここ意外と人通りがあるんですよ。10分にね、1人か2人ぐらいここ通るんですよね。
なんで結構人見るんですよ。なんでちょっとそれでね起きちゃったりとかしてね、まあ、ちょっとそのあたりは減点かなって感じなんですけども、下のあそこのベンチよりは人通りが少ないですし、座席も快適なんでね、この場所ねめちゃくちゃおすすめです。はい、快適ですねこれ、良すぎるわマジ最高。しかもねすぐそばにトイレがあるんで、寝てる最中にね催したくなったらねすぐに行けますからね。はい、あれからね20分ほど経ちね、現在時刻はね4時半をね、まあ、回った頃ですね。はい、でそろそろねちょっと始発の時間が近づいてるということでね、駅の方向かっていきたいと思います。で今よりねこの第3ターミナルから第1ターミナルの間はですね、京急とモノレールが走ってるんですよ。でどっちの方がね始発早いかなと思って調べたらですね、モノレールの方がね10分ぐらい早かったので、ちょっとね今日はね早めに空港に行きたいのでモノレールで行こうかなというふうに思います。京急よりもねモノレールの方が多分若干高いと思うんですが、まあ数十円のね差なんでね、まあいいでしょうといった感じでございます。こちらのねめちゃくちゃ快適なソファーとはねお別れしていきます。確かねモノレールの駅ってね2階かなんかにあったと思うんですよね。僕このね国際線の駅まだ使ったことがないんで、まあ、よくわからないんですけども、まあ、案内通りに進んでいけばいいや。で最初ね僕ね第2ターミナルからね今日出るって言ったんですけども、間違えてました、第1ターミナルでしたね。いや第2とか第1とかねたくさん羽田空港にはねターミナルがあってややこしいですね。今ね時刻はね午前5時を過ぎたあたり、改札が開放されたのでねホームに行けそうですね。羽田空港第3ターミナル駅です。ここからね一駅かな、それで第1ターミナルに行くことができます。まだね始発まで時間があるんでね、金額いくらかなと思って見てみたら200円ですよ。結構しますね。さすがモノレールですわ。まあいいや。というわけでね、目的地の羽田空港第1ターミナルの方に到着いたしました。今回この動画はですね、空港に、泊まってみたという、ね、動画でしたが、さっきの泊まっていたあそこのソファーとても良かったですよね。総合的にね、空港で泊まるのはなかなかいいんじゃないでしょうか。僕はね、今から JAL のですね、博多行きの朝一の飛行機に乗ります。羽田6時25分ということでめちゃくちゃ早いんですね。やっぱりねこういうね飛行機にも乗ることができるのが空港泊のメリットなんじゃないでしょうか。まあ、ぶっちゃけ品川とかに泊まってもねいいんですけどね。でもねこの空港で泊まった方がね安上がりです。なんて言ったって基本タダですからね。タダで空調効いてるところはとってもねいいですね。それではねご視聴ありがとうございました。